時が来た、兄弟たちよ。まもなくこの流玉が栄光と富を求めて旅立つ者にその門を開くであろう。まもなく大いなる竜の土地に向かうその者の名が知らされる。その名は栄誉ある伝道の石に刻まれ永遠に記憶される。あたかも後世の炸裂のごとく我々の歴史を変えた先人たちの名とともに。騒ぐな、ザコども。そこにいたぞ。いい兵、早く来い。急げ、こっちだ。あゆみ、やはりお前の仕業か。相変わらず掟に従うつもりはないと。そうだな。残念です、ギルドマスター。その流玉は使わせていただきます。待つだけなんて私の流儀じゃない。歩み、急げ。いつも通りのお前のやり方だな。たどり着くことができた。竜の暴挙か。暴挙の守護者たちか。早速のお出迎えといったところ。ゼロはどこだ。武士なんだろうか。何、こやつら石だ。古書の記述にはあったが、まさか事実だったとは。竜の暴挙、世界中のトレジャーハンターたちが夢見る地。ここにいることがまだ信じられない。コンパス確認。コンパスの一つは財宝を示す。古書に記述があったが、二本目は聞いたことないぞ。ギルドマスターから拝借してきたコンパス、どうせ使わないだろう。私が持っている方がコンパスも喜ぶ。なんだろう。いち驚いていたらキリがないが、我々の常識からは逸脱しているようだ。しかし、こちらではこれが常識なのか。さて、どうしたものか。この望郷に財宝が隠してあることは散々聞いてはいたが、地図も説明も一切なしということか。秘密結社のギルドだから秘密なんだろうな。いくらなんでも秘密すぎやしないか。
財宝の守護者たちは違いない。西への書の通り、本の通りなら、この先にはギルドメンバーかトレジャーハンターが立ち寄った形跡がある。床とか石に何か刻まれてでもいればよいのだが、私が何も残してない以上、他のハンターに期待するのも酷というものか。ゼロも残さないだろうな。外界の使徒よ、こちらへ参る。何者だ。我祭壇の精霊、何時望郷へ踏み入れたり、この先避難の剣路、我汝の力とな。力だと笑わせてくれる邪魔だわ。我汝の異論に関与せず、汝の力として関与し、汝を施すのみ。小賢しい。私の目的は望郷の財宝だけ。貴様の助けなどいらぬ。それとも財宝の手がかりでも。我汝の息吹の不益を願い、汝我に従わ。我新たな力を授ける。手助けは無用。大体貴様が。貴様何をした。我汝とつながりたり、我汝の行く手を照らし、汝我が導きにより勝利を得ん。一体何が望みというのだ。我汝が進む望郷の果てを凝望したし、汝我の施しにより童貞小番号の一掃し、その集めし生命のかけらを持ち寄れば、我新たな力を授ける。正気ではないな。助けなど無用。施しは受けぬ。我授けし能力不毛なものにあらず、汝童貞を進める時来たり、多大なる危険待ち受けたりし。なんだ、どこに危険がある。面白い。なんだ、体が重い。先に進まねば。なんだこの灼熱は。まさか近くの中心を目指す道ではないだろうな。ゼロが一緒でなかったら、単に地獄へ落とされたと思っていたかもな。いや、ゼロはいない。地獄なのか。まあいい、進むだけだ。なんだ、何が起こっている。毎度のことだが、遺跡巡りは緊張の連続だ。場所はないのか。何が起こっている。誰だ。あれは私だ。そんなバカな。時間が止まっている。全てが信じられん。一体何が起こったんだ。なんだこれは。まあとにかく安全な場所へ行こう。時間が戻った。動き始めたようだ。どんな悪夢なんだこれは。
雲を。ヘイ、気味が悪いな。これは祭壇が言っていた生命の源。ここはどうやら望郷の古書で見た場所のようだな。この箱に財宝を収めていたという記述があった。だが今はない。Our group entered Dragonland yesterday, but what I'm looking for is not exactly the same as what the others are.This place is full of unknown plants and animals, and I'm sure that no other naturalist has ever set foot here. That's why I'm here. I know that this land is full of danger, but I'm ready to pay the price for knowledge. I'm going to leave short messages on my way. I hope they will help you, whoever you are. Edward Boyle, The Weird Nature Magazine.大な台だな。まさに踏めと言わんばかりだ。すごいからくりだな。扉に連動しているようだ。守護者は侵入者ではなく、この装置に反応するようだな。だが、ここは空だ。こいつらは何を守っていたの？眠ったままでいれば、壊されずに済んだのね。煙とマグマが全ての文明を飲み込んだのか。ひどい色だな。出たな。新種か。動きが早いな。容赦はしない。誰がこの結界を張っているのだ。祭壇か。なぜ奴は私を見張るんだ。いや、奴には私の足を止める理由などないはずだ。うん、先客がいたようだな。運が足りなかったようだ。悪くない。まだ使えるな。ここにいるのは誰だ。気を感じているぞ。出てこい。
出ましだな。ダメ、誰も怪物のことなど説明しなかったぞ。ゼロも無事だといいが。 We have a great pathfinder with us. Even those huge spiders we met didn't take John by surprise. I have no doubt that we are the first to see such beasts. It's really amazing. Unbelievable, in fact. I got some samples from the spider we managed to kill, and I'll try to run a few tests when we stop to rest.But even at the first sight, the creature's anatomy looks unusual. I am beside myself with delight. Edward Boyle, The Weird Nature Magazine. に最初の試練を与えたし、新たに授かりし力、ここで試されたし。今ここでか。時、待つことなかれ。なるほどな、使える。これが授かりし力か。すごいな。コーラルに違いない。ちょっと普通の植物ではないとは思っていたが、これらを使って登れるか。で生きているようだな。崩れないだろうな。はっ、ね、
この仕掛けで先ほどの門が開くやもしれギルドは長い間財宝を手に入れるため勇者たちを送り込んでいるはずだが、なぜ地図を作らなかったのか。他によほど急ぎの任務が。それとも怪物だらけだったとは。A new phenomenon. I stepped ahead and suddenly felt as though I was like in a different space. Like I'd stepped through the wall of water. There was the same air inside I could breathe, but the ground was so sticky that it was hard to walk. And there was absolute silence. Like my ears were full of cotton wool. We'd almost passed through when it just disappeared. Whatever it wasn't a good thing. Edward Boyle, The Weird Nature Magazine.タイミングが悪かったな。俺のことはほっといて、早く逃げろ。何か方法はないものか。あの溶岩の塊は何だ。あれを取り除けばコーラルに登って向こう側へ渡れるかもしれない。
地帯からここまで飛んできたのか。何にせよ先を急ごう。何か落ちている。 I finally got some time to run some tests on the samples I collected. The structure of most of them resembles those of our world, but some new kind of substance seems to be running through everything. It's in the flowers, leaves and bark of the trees, the blood and bones of the creatures. I've never seen anything like it before. I should learn more about it before I put forward any hypotheses. Edward Boyle, The Weird Nature Magazine. また祭壇か。大きな気を感じる。ポータルを探してここにたどり着いたのか。このポータルがどこへつながっているのか知りたい。このポータルがどこへつながっているかだと、どこにつながりどこに行けるか、それはポータルにしか知り得ないことだ。意味がわからないな。望郷の財宝までつながってるかどうかも知らないと。竜の寺院へと通ずる道程、その道こそ我らが守るべき宝。その道を通過するに相応の資格者がいなか、この地はそれを見極める試練の地。今こそお前の試練が始まるのだ。
様何者だ、名を名乗れ。私は竜の精霊、助けてくれてありがとう、感謝しているわ。なぜここへ来た？私はあなたの探し物のこともこの島のことも知ってる。だからあなたの手助けをしにここへ来たの。信じがたいな。貴様が私のことを知るわけない。探し物は相棒のゼロでしょ。なぜそれを？驚いた？望郷の入り口から飛び込んでくるのを見てたの。覗き見が趣味か。それだけでは助けにならぬ。あら、ずいぶんね。溶岩に飲み込まれるところを助けたのは誰かしら？貴様が助けたというのか。一体何をした？おそらく何をどう言ったところであなたは信じないでしょう。だからこのポータルを開ける方法で説明するわ。いいだろう、上等だ。それでどうすればいい？祭壇からたくさんの能力をもらえるけど、その前からあなたが持ってる能力もいくつかあるの。ただそれを見つけ出せばいい。まずは時間を巻き戻す能力よ。さあ集中して。過去の自分が見えるようになったらきっとわかるわ。いいわね。これでもう一人の自分を作ることができるの。なぜこんなことが？望郷の土地だからよ。本来持ち合わせている本能や知識を思い出させてくれるの。みんなただ忘れているだけで、本当はもっといろんなことを知っているのよ。Yesterday, we met an apparently humanoid tribe. Unfortunately, they weren't so friendly, pelting us with spears as we were crossing the river. They look almost like humans. They wear armor and have weapons. But they are too aggressive to try to make contact with. They wouldn't stop, so to protect ourselves, we shot them. I collected some of their armor. It's made from the bones of animals and humans. Edward Boyle, The Weird Nature Magazine.